そうですね。でもなんかカラーバリエーションが増えてますよね、なんか。あれ？これでこのぬいぐるみで芸大を自分が受けたっていう話は当時知ったかどうか覚えてますか？なんか別の作品で風船でしたっけ？そこの話はお聞きしました。あの作品集なので別の作品、はい、まあ平面の、絵を出さなきゃいけないのでそれはまた別途あって、でこれもその中に入ってるは入ってるんですけど、まあちょっと先生から見てこれ、ね、アート的に本当にクリティカルな意見でもいいし、これをもしこうデザインとか、先生デザイン専門そうですね、なのでまあちょっと何でもいいのでこうした方がいいんじゃないかとか、ここが気になるとか、まあ何かあったらちょっと言っていただけるといいですね。私そうですね、もう生徒に言うような感じで構いませんからね。そう、本当ですか？ええ、もう構わないです、構わないです。そうですね、いやなんかその目の感じとか、なんかゆるキャラ感とかはいいなって感じがしていて、そうですね、いやなんかリボンが結構かわいいなって思うんですけど、結構このカラーバリエーションがすごい多いのに、結構リボンが結構そのまま一緒の色だったりするので、なんかもしかしたら色を変えてる時の青だったらもうちょっと青寄りのピンクの青寄りにしてみるとか、なんかちょっと寄せ、ちょっとカラーバリエーションそこにも差をつけてあげてもいいのかなって思いました。そうですね、そのリボンをこのキャラクターに合わせたリボンにしていくっていうことですね、カラーのバリエーションとか、はい、あ、なるほど、そうですね、はい、なんかちょっと浮いてるのかなって感じがちょっと個人的には思ったので、なんか合わせているのがいてもいいのかなとは思いました。はい、いやいや、ありがとうございます。すいません、いやいや、もうなんか知名度が上がるにはどうしたらいいですかね。知名度、はい、ですね、でも私もそこら辺はあんまり得意ではないんですけど、そうですね、例えばホームページとしてキャラクターを使ったなんかホームページとしてちょっと紹介とかを作ってみるとか、そうですね、あとはもっとグッズとして展開していくとか、なんか物語性を作ってみるとか、そのキャラが結構カラーバリエーションがいて数種類いるということですかね、だと思うので、なんかそこら辺のキャラ設定とかを作っていって、なんかもっといろん、もっとなんだろう、なんか個性を、なんですかね、キャラクター性というか性格というか、そういうものをつけていってあげると、なんかもっと面白さとかも増すのかなとは思いました。なんかそうですね、展開がもっとしていけるのかなって思いました。しやすなんかしていける幅が広がるというか、グッズ化だったりとか物語性だったりしたらアニメーションとかにもしやすいのかなとも思いますし、そうですね、かなとは思いましたね。いやいや、ありがとうございます。なんか物語性って大事ですよね。そうですね、キャラクターって。じゃあすいません、なんかありがとうございます。すいません。